新潟2歳セックス2020新潟マイル勝ち上がり2連勝中。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証のギャグでございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、新潟2歳ステークス2020をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去の新潟2歳ステークス外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去の新潟2歳ステークスでどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の新潟2歳ステークスはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントをチェックしていきたいと思います。それではまず新潟2歳ステークス2018年の傾向でございます。1着はケイデンスコール、新潟 1600m1 着からノーザンファーム信楽で外球調整を行いました。そして2着はアンブロークン、東京 1800m1 着からノーザンファーム天栄で外球調整を行っております。そして3着がスティルネス、福島 1200m1 着から KI ファーム千葉で外球調整を行いました。すべて外球調整となっております。そしてこちらで新潟2歳ステークス2019年の傾向でございます。1着ウーマンズハート、新潟 1600m1 着から外球調整なし。そして2着がペールエール、住居 1400m1 着からローザンファーム信楽で外球調整。3着ピッククイーンパイボ、東京 1600m1 着からローザンファーム天栄で外球調整となっております。新潟2歳ステークス2020で狙うのはということで、2つのポイントを挙げさせていただきました。まず1つ目が新潟 1600m 勝ち上がりは連勝中ということでございます。2018年の勝ち馬ケイデンスコール、2019年の勝ち馬ウーマンズハート、こちらともに新潟 1600m 勝ち上がりでございます。そして2つ目のポイント、ローザンファーム外球仕上げは2年で4頭と大活躍しております。2018年1着のケイデンスコール、2018年2着のアンブロークン、2019年2着のペールエール、2019年3着のビッグクイーンバイオ、すでに挙げさせていただいておりますが、ノーザンファーム信楽ノーザンファーム天栄の外球仕上げとなっております。新潟2歳ステークス2020では、1つ目、新潟 1600m 勝ち上がり、そして2つ目、ノーザンファーム外球仕上げ、この2つのポイントを押さえていただいてはいかがでしょうか。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録グッドボタンぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。